ありがとうございます。ねえ、たくさんの皆さんありがとうございます。ねえ、嬉しいですね。ということで、はい。どうですか皆さん、こんなたくさんの人来てもらってね。ね、たくさんの青空の下にたくさんのお客さんいっぱい集まっていただきまして、たくさんのお客さん。ありがとうございます。やめてやめて。やめた。やべえ。ね、たくさんいるんでね、ちょっともう一回挨拶していっていいですか、ありがたいんでね、丁寧に行きましょう、丁寧に行かせてもらっていいですか、はい、そしたらね、こっちのあの区画のお客さんどうもありがとうございます、どうもありがとうございます、せーの、ヤッピー、あー、いいですね、ありがとうございます、一緒にやってもらって、こちらの区画のお客さんどうもありがとうございます、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 せーの、ヤッピー、そのぶといありがとうございます、ありがとうございます、元気いいですね、ねえ、こちらの区画のお客さんどうもありがとうございます、どうもありがとうございます、せーの、ヤッピー、そありがとうまたのぶといありがとうございます、ね、お待たせいたしました、一番ね、左側、子供いっぱいいますね、ありがとうございます、どうもありがとうございます、せーの、いっちゃってる、なんでやっちゃってる、なんでこっちの人だけ違うギャグすんの、あ、これ押してるんです、押してるんですそこの、ね、男の子、もきやべえぞってくれてるから、ごめんね、ごめんね、フェイントになっちゃった、ごめんね、申し訳ない、ごめん、ちょっと、いや、申し訳なかったね、ダメですよ、だから、ね、すいませんね、ごめんね、改めて自己紹介しましょう、はい、で、今しゃべってる僕らはですね、コロコロチキチキペッパーズの西野と言います、お願いします、お願いします、ありがとうございます、やめたですね。ね、こちらのね、僕の方がコロコロチキチキペッパーズのナダルと言います。よろしくお願いします。お願いします。なんか言ってる、なんか言っちゃってる、言っちゃってる、言っちゃってるね。言っちゃってる。ね、あのコロコロチキチキペッパーズって長くてややこしい名前だなって思うかもしれないんですが、どうか名前だけでも覚えて帰ってくださいね。はい。言うてますけど、言うてますけどね、頑張っていきましょうね、今日はね、せっかく沖縄なんで、はいはい、もうちょっとやりたいことが一つあってね、やりたいこと、はい、そうです、あの卓球がちょっとやりたくてね、来たんですよ、ここに卓球、はい、そうです、福原愛ちゃんがね、ポイント決めたらさーって言うでしょ、あ、世界卓球この前やったっけな、そうそう、さーって言ってたでしょ、さーって言ってたけど、うん、そんな感じ言ってなかったよ、いや、さーって言ってたよ、俺聞いてるけど、そんな感じなかったよ、どうやってたの、言ってたよ、俺みたいな、さーって言ってたから、さーって言ってたから、さーやから、さー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 、言っちゃってもらっちゃう、ちら、何言っちゃってる、いや、ちょっと、ここで、何言っちゃってんの、何言っちゃって、言っちゃってんだしね、あの子にロックオンしないと、なるほど、なるほど、とりあえずね、卓球したいんだな、そう、卓球したいんですよ、卓球したいって言うと思ったからさ、ね、バケットあー、そうなんですか、あらららら、卓球したい、すごいここ暖かくなってるよ、暖かいだろ、暖かい、クマも締めてるようにいいですよ、ね、ポイント決めてさーってなりたいから、分かった分かった、うん、じゃあその感じで2人でラリーやって、うん、最初の前さーって言っていいよ、そしたら、あ、分かりました、順番交代さ、試合をやってる感じでやってね、そしたらお客さんに最後のさー見せましょう、はい、行きましょう、はい、はい、さー、あーちょっと声がね、ガラつきましたけど、めちゃめちゃ気持ちいいですね、いいさーだったね、え、いいさーだった、いいさー出てました、青空の下でなかなかいいさー出てた、あ、そうですか、でも俺もっとすごいサーン見せるかもしれない、あ、奈良さんはもっとすごいサーン見せる、いいサーだったけど、この沖縄を包み込むようなね、もう向こうに飛んでくようなサーン出しますから、あー、いいですね、次僕やりますんでお願いします、しましょう、はい、あー、あー、気持ちいいね、これ気持ちいいんですよ、本当に、西野何ですか、間違えてるぞ、え、間違えてる、間違えてる、次俺がサーンって言ったのに、言うって言ったのに、申し訳ない、ナダルさんが今さーっていう場合だったのに、2回連続でやってしまってる、あ、ごめんごめんごめん、争いになるこれ、あ、そうやね、順番守らないから争いになっちゃうね、うん、もう子供の頃からもう、ま、言われてるんだ順番守るちゃうじゃん、まあ、じゃあ次僕がサーブ打ちます、その帰ってきた球そのままバシーって決めて、なるほどな、うん、リターンエースな、そう、リターンエースでさーって決めたらかっこいいやんかめちゃめちゃ最高の舞台だな、うん、ありがとう、そしたらお前が2回分サーやった、うん、これ上回る最高のサー出します、なるほどね、見てください、もうすごいサーブ出しますんで、俺サーブだけしますから、はい、やって、いいよ、で、さーさー西野さー西野さーやなくて俺がさーやるって言ってるの、お前
いや違うんですよ、奈良さん聞いてください。なんかね、さっきからね、僕の頭の中に曲が流れてるんですよ。でね、勝手にね、体がね、動いちゃうんですよ。何をわけのわからんと抜かしたんだよ。この曲がね、この曲が流れてるんです。ミュージックスタート。何でも仕事で生きるって強がるだけ強がってもね、でもそれを開けて何も怪しくないよ。さあ吸い込んでくれ僕の寂しさ、孤独を全部君が。さあ噛み砕いてくれこの罪をさあ分け合いましょう。俺がサーブ、お前ばっかサーブやってんじゃん。あ、ごめんごめん、じゃあもう絶対サーブしかせんよ。頼むよ、お前サーブだけやってくれ。 あと俺やる。で、あとこれやめて、うっとしい。面白いね。頼むよ。じゃあ濡れやしないや、さあ吸い込んでくれ僕の心も体も、そんなに僕もさあ噛み砕いてくれ。じゃあ俺一人でやるから、一人で。